すごいね。こんなところに密室会議という感じですかね。何ですかね、ここ。ちょっと、おすごいな、ここ。いやー、みんなに見せてあげたい。でも見せない。あ、どうもなんて、嘘だよ。さあ、ここで、はひふへほを待たなきゃいけないね。なんかドキドキするね。あんまり二人でね、喋ったことないしね。あったかな。なんせもう随分経つような気がしますね。何十年もね。まあどんなあれになるか楽しみだけど。いやー、これ完璧な密室会議ですよ。こんにちは。どうもよくいらっしゃいました。どうも。すごいすごいね。ここね。お邪魔します。どうぞどうぞどうぞ。すごいとこじゃないですか。すごいんですよ。今見たらね、ここね。すごいんです。ほら、お景色最高。本当だ。なんだなんだなんだ、いいね。買ってこんないい景色言ってるんですよ。いやこんなところで、とりあえずどうもお久しぶりでございます。すいません、お元気ですか。元気じゃなかった。元気じゃないのね。元気じゃなかったね。僕も経験したんでね。本当、びっくりした。辛いのは分かりますよ。全然もう平気だったんだけどね。あ、うん、急に来るもんね。俺もそうだ。そりゃそうだよ。コンコンって入ってくるわけじゃないんだからさ。そうです。はい、とりあえずということで、まあね、ありがとうございます。今日とんでもないですよ。お呼びいただいて、ね、まずなんか飲ませてくれるんでしょ。そうじゃないんですよ。え、そうじゃない。まずはこれを見なさいって言われてるんです。ああそうなの。見てなんかね、はい、ここにお二人揃いましたら開けてくださいと。はい、何が書いてあるかな。お二人揃いましたら、はい、冷蔵庫より飲み物や食べ物食べ物もあるんですね。すごいですね。取りに行っていただき乾杯をしてくださいと。はい、わかりました、はい、ということで、あ、ちょっと待ってください。まだありますね。今回はせっかくの機会なので、今日だけは出れるのは NG です。もう照れてますね。そうだよね。いや普段は面と向かって言えないようなこともあ、本音で語り合ってくださいということで、はい、いつも本音でね、喋ってるけどね。いつも本音で喋ってますからね。そう、じゃあ飲み物なんで、飲み物を、はい、じゃあちょっと行ってらっしゃい。行ってきます。どんなのあるんだかね、はい、人んちだからね。そうなんだ。でもなんか、はい、大きな冷蔵庫だね。すごいね。でもまずはやっぱり最初あれかね、ビールかな。やっぱり僕はビール取りました。ビール、じゃあ私も取ってきます。どうぞいいですか。はい。なんか何種類かありましたんで。そうなんですか。好きなもの。うわ。あ、これすごい、ね、ここに入れんのかな。そうだよな。いただきます。噛んで飲むっていうあれじゃないのね。あ、すごいねこれ。ということでこれ。はい。はい。コップこれを持っていけばいいね。はい。そうしましょう。じゃあ。あ、書いてあるよちゃんと。声優の本音。うわー、すごい。今日のテーマ、ね、テーマですね。はい。いや、なんか本当二人でこんなになってやるのは何十年ぶりですかね。二人で飲むのはってこと？じゃなくて？そうだよ、ね。ないでしょ。ない。はい。とりあえず、はい、乾杯で。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いただきます。さすがプレミアムだ。あ、うまい。まい。お腹空いてると回ってきちゃうかもしれないね。あるんですよ。あ、つまみも。つまみはすごいです。好きなね、なんか取っていただける。いや、嬉しいじゃないですか。そう、10代の頃というとね、うん、だからほら、僕がこう憧れていた時代の、名前は竹尾智春。憧れてた。10代ですよ。いやー、ね、髪の毛もふさふさです。ないからね。それいや、もう本当に最初に会った時って覚えてる？僕は覚えてますよ。嘘。僕はあの渋谷の西部のね、うん、A 館と B 館あるじゃないですか、うん、今でも、うん、あそこの間の横断歩道を歩いてるのを僕は見たんですよ。なんだそれ。ストーカーかいそれは。いや狙ってたんですねって。そんなことマジですれ違ったの？たまたま俺反対側を通ってて、そしたらね、あの頃まだ
中学か高校だ、中学生か高校だったかな、うん、もうその辺は覚えてないんだけど、うん、とにかく姿を覚えてるのよ。当時さ、ベンスケ、ベンスケ、はい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 、ベンスケダン、うんうんうん、じゃん、説明してよ、あれ録音するやつね、そう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 、ベンスケとか踊る方のベンスケじゃない、そっちのベンスケもいたけどそんなもん分からないよ、知ってる奴いないよ、そんなベンスケにいるこれ持ってさ、うん、さっそうとあの横断歩道を歩いてたんですよ俺それ未だに覚えてるんだよ。なんでそんなデンスケ持って歩いてたんだね。でそんなさ、デンスケを持って歩くなんてなさ、でもね、俺デンスケ持って歩いてたっていうのはね、うん、あのポップコーンの司会をやってる頃だったと思う。ああ、それいつ頃、それだから、いやそれはでも20歳そこそこ、いや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 、もうもっと前、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 そんな前にデンスケ持って歩いてたか、そんな持ってるような人いなかったもん、その時代バカじゃないの、そういや、だからもうやったらかっこよくて、わ、すっげえかっこいい、全然覚えてないな、やっぱ違うわと思って何が違うんだよそれで、まあ、でもね、お互いは児童劇団出身だったからね、そう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 、うん、だから当時ね、うん、NHK でよくラジオドラマなんかやっててさ、うん、なんかいろんなのあったじゃない、うん、秋代の日記だとか、私たちは考えるだとか、そう、あの、直哉も生かされたしね、そうなんだっけ、青春日記じゃなくて、なんだっけ、学校放送、そうそうそう、ね、あれはあれじゃないの、あの映る方じゃないの、そう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 、ドラマの方でしょ、ね、うん、少年ドラマシリーズみたいなやつだ、そうそうそう、でもあのその、昔はその、なんていうの、児童劇団がいっぱいあったんだけど、そう、うん、でみんなバラバラなんだけど、オーディションとかなんか仕事だと必ず会う連中みんな一緒だったんだね、うん、まあ池田秀一さんなんかスターさんだったからね、あれだったけども、そうですよ、秀ちゃんと僕レギュラー3本ぐらいやりましたよ、ね、もうでもその頃からだから、こうちょこ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 とね、青春ものをね、青春ものとかとね、うん、会ってたのね、うん、まあ、その頃だったのか、そう、その渋谷で初めてとは知らなかったの、あ、たまたまね、友達、劇団の友達にね、そう、友の話が出たんですよ、うん、中竹尾智春さんとの、うん、お、俺知ってるよ店って友達が言ってさ、うんうんうん、え、俺行きたい行きたいって言った、それがね、高校生の頃だな、偉かったよ、来てもちゃんとジュース飲んでたからね、ねえ、ほんといやいやいや、もうそしたらさ、もういろんな先輩の女性方もいればね、そうそうそう、みんなその頃役者仲間がね、ちょこちょこと集まってきてくれてね、ドキドキ、いや、そうかそうか、そうか、その時にでも来た時には覚えてんだ、なんとなく、うん、それが初めてだった、ね、その時はね、もうね、声をかけられなかったもう、いや、ほんとほんとほうでね、なんかね、なんだ、焼きそばかチャーハンかなんか忘れたけどそう、そんなような出してた、そう、それが覚えてるな、そうそう、そう、それが10代、10代だから高校生、うん、で、その後だから、芝居を誘われたじゃない、そうや、それで俺は覚えられたね、その芝居だから、進撃のあの先輩たちがたくさんいたんだよねで、そのまあその頃はもう児童劇団は辞めてたか、まだ児童劇団、いや、今、あの頃はもう辞めてたよ、ね、辞めてたかな、うん、もうそれぞれもう児童劇団も辞めて、 ね、それでもやっぱ芝居が好きだったんで、 その先輩たちがやるお芝居をこう見たり手伝ったり、まあ、しながらしてたんだけど、まあ、ちょうどだって、そうだよね、アングラみたいなね、そういうのが流行った時代だったね、1970年代とか60年代後半だからね、だから全然好きくなかったけどね、俺はねそうアングラなんて全く興味がないというか、アングラはまあいいんだよ、うん、アングラアングラでもいいんだけど、不条理、そう、不条理芝居がやっぱり必ず一度は通る道みたいな感じで、時代かな、うん、それみんな通るんだよ、うん、それはね、うん、その中で一番難しいのを誘ったんだよ、お前が、いや、パンドトリスト、アラバール、簡単なのも難しいそういう次元も分かんないんだもんなだってこれ何の話っていうような話だったんだけどね、あの風景が今見ると面白いだろうね、面白かったな、でも、まあ、興味のない人間がいてもうでも一生懸命先輩たちわけわかんなくてで2人で終わってからお前わかる、この話わかんない、俺今でも覚えてる、わかんない、なんで来たのって言われて、いや誘われてってそれで、そう、結局それを何回か稽古を演出家にもついて稽古をさせられて、で2人で帰りがけに全然わかんねえこの芝居とかって言いながら、それが50年前ですよそうだよね、
半世紀前ですよ。すごいね。すごいよね。それからの付き合いだもんね。よく50年生きてたね、2人してね。いやー、だいぶ危ない時もあった。なんとかもう医療の力で本当生きながらいてますよ。いやでもそう、それが最初だったもんね。そうですね、うん、それを後にだからこんな分かんないのじゃなくて楽しいお芝居をやろうよって言って、そう、ね、お芝居やり始めたもんね、うん、それが 4-in-1 あれか。そうだ ね、まあだからその前にやっぱりこう何が好きなのどうのこうのってちょうどね、こんなそんな話をするようになって、いや歌が好きなんですよとか言って、そうそう、なんかね俺ねどっかのねレストランかなんかでね、あのバイトで歌ってたんだよね。違うよ、紹介したんだよあれ。じゃあウサギ屋っていうのがあって、あ、そうか、その前あの赤羽にね、うんうん、でそこで歌ってたんだよ。ほんでそれを聞いて、なんかあの歌とかその興味ないのって言われた時に、あ、ありますありますって言って、ほんでギターはって言われて、あ、大丈夫です大丈夫ですってもう何でもそれで赤坂のあの店を紹介して、赤坂じゃないよ最初は、あれ違った渋谷だよ、渋谷のレストラン、渋谷の方か。で俺あの細長いとこ、そう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 、で俺も弾き語りやってたりして、でまあお金がなかったから、うん、あの店やっても弾き語りさ、弾き語りって言ってもね、今弾き語りなんて分かんないんだよね、みんなだからね、そうだね、弾き語りって言うとね、流しですか中尾さんって言われて、流しは分かってんのかね、流しは分かる、流しってそんなもうあの高級なもん、高級っていうか、あの流しはプロだから、ね、プロだ、そんな技術は持ってない、ま、持ってない俺ら、ハッタリだけで生きてるんだからだって流しは知りませんとかって言わないでね、ボンと飛び込みでお客さんのリクエストをもらったものをその場で歌って、そのご祝儀みたいにもらって各店回ってね、ってやるのが流しだったんだけど、私らそんな技術ないからもう、あのお店私らっていうか僕はもっとなかったですからねそのお店で雇われて、もうこう例えばこんなとこだったらこの片隅で BGM の代わりにね、ガチャ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 歌ってるのが弾き語りっていう、その時代はね、カラオケがないからね、カラオケはね、そうそうそう、だからお客さんが歌うと伴奏もしなきゃいけなかったし、うん、そんなようなところで、まあそれでだから私なんかもあの学生時代バンドやってたのがあって、うん、だから少しはちょっとできてる、きて、うん、でも その時だからね、尾崎裕彦とかさね、えだから僕が行った時あの骨と皮にね、そうそう、お店で ねちょうどたまたまだから、その時はびっくりしちゃうよね、あのちょうどまだまそんなあの売れてるとか売れてないとかそういうあれじゃなかったけど、ね、だからちょうどねワンダースっていうバンドを解散してソロでやり始めた時だった、であのほらもう亡くなっちゃったけど藤田敏子、はいはいはい、トコのトコなんかもいたよ、うん、だからトコの、コンサートっていうかライブをやるんで、うん、渋谷のジャンジャンだ忘れて、あ、それで俺見に行って、そしたらそこにゲストできたのが尾崎裕彦だった、あ、そうなんだ、で終わった後にうまいのがいるねって言って、ね、誰誰って言って、そしたら同じ日音関係だったんでね、それで紹介してくれて、うん、そしたら渋谷のバーで弾き語りやってるよって言って、うん、まだ尾崎裕彦が、あ、そうなん、うん、で俺好きだから見に行って、で友達になって、うんうん、それじゃ あの店あれして遊びに来てよって言って、うんうん、で店遊びに来てくれて、で店で歌ってくれて、まあ、そんなんでだから店で歌ってくれたりして、でその後でちょうどだから暮れ前の夏過ぎた頃に、うん、あの忙しくなり始めて、今度これ出すんだっつって店に持ってきてくれて、デモテープ、うん、また会う日まで、うわ、もうみんなで聞いた、歌ってくれて、これは絶対売れるぞと言ってみんなで、そんなのでだから一緒に弾き語りじゃあやろうよって言って、あのその頃だからあのほら、あちこちあちこち弾き語りやってたんだよね、そうそう、いろんなお店あったから、それでそのレストラン渋谷のなんとかジョイじゃなくてね、なんかね細長いレストランの2階だったんだよ、そこに紹介したないんだけど覚えてる？まで覚えてないよ。俺 の歌本を貸したんだよ。うん、それだけどそこにお前自分の歌を書いてさ、うん、出たんだけど、その頃好きだったのはあの陽水じゃなくて、井上陽水、井上陽水も言ってたんだけど、うん、あのなんだっけ、黒いカバンは誰？黒いカバン？黒いカバンはマスターっていう。泉谷さん、あ、泉谷しげるか、春夏秋冬の、そうそう、春夏秋冬だったらいいけど、まだいいけどレストランの静かなところでお前いきなり暗いから待ってきたんだお前ね、
俺次の週に行って店長に高尾さんあの人はやめてくださいってさ、お前えらい怒られた思いがいや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 、あったよ黒いカバンな、あれそれは本当、いやご迷惑おかけもしませんその説は。しかもなんだっけ、好きだったからって言って、うんうん、幸せの黄色いリボン歌いたいとかって言って、うん、書いてあるから、それで横文字の歌を歌いたくて、うん、そうにね、そうよ本当に往生しましたわあれは。もうなんだって小説の中に横文字が入りきらないんだから、メロディーはどんどんいっちゃうんだけど、言葉が言葉がスンとかになっちゃって、いやーびっくりしたな。いやでもちゃんとそれでも成立させちゃう内田直哉はすごいよな、顔と歌唱力ね、雰囲気雰囲気、ね。あでもスキー場でほら一シーズンだけやったじゃん。あやったよ。いや僕がやったわけじゃなくて、友がやるからっつって、うん、いやじゃあ俺も行く行くっつって、そうそうそう、漫才忘れもしない。なんかさ、あのなんていうの、あの部屋がさ、うん、布団が積んでるだけのような部屋に入れられてさ、でもあれプリンスホテルだよ。プリンスホテルや、プリンスホテルのラウンジで弾き語りをやればスキーはタダでできるからっていうの、ね、あそりゃいいじゃないですかって言って、うん、シーズン中 ったよ、ね、それであの4ステージぐらいだけガチャガチャ2人で歌って、うん、それで昼間はスキーやって酒飲んでっていう、そういうのがあったね。あの楽しかったですし、そうシーズン中になると大体ずっと言ってたよね、なんだかんだ言ってね。あじゃあ来シーズンもこれでタダでスキーできるなと思ったら支配に変わっちゃったんだよね。あそうなんだ、そうそうそう、そんなこともありました。いやもうあの頃はね、もうとにかくあの金魚のうんちみたいによく僕はくっついてましたよ中尾さんの後ろにいや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 、トモさんトモさんつっていつもなんかもう、うん、ほんとくっついてたんじゃなくて、うちにいたよねあなた。そうね、住んでましたね。住んでたよね、だって鍵がね売ってんだもん、金物屋さんに行けば。そうそうそう、あんなもん何ですか、空いてるのと一緒ですよそうそうそう、もう金物屋さん行くと鍵がバーって並んでただ番号が書いてあるだけで、その番号買えばいいんだ。7番7番ラッキーの7番みんな7番持ってんだからそうそう、あの頃ね、あのうちらの業界のっていうかね、声優さんの業界ではね、あ竹尾ともあるのとかね、新宿にあるからね、帰らなくなったら友達行けば泊まれるぞとかって言って、そうらしいね、鍵はどうする、あ金物屋で売ってるからっていうね、みんな金物屋で鍵を持って、本当だよ、針金のなんかブラーンと触ったところにみんな鍵がバーってなってさあんなことあったんだね。俺アルバイトで帰ると知らないやつがいっぱい寝てたんだよ、うちにそうだよな、そうもうあそこよう覚えてるわ。俺だって結婚してそこをあの出るっていう時にみんな反対されて、うん、あそうだろうね、反対するなよ俺の身内なんだからとかって言いながら、だってこう公園のね、うん、隣に立っている木造モルタルのアパートだったから、ね、いやもう朝になるとラジオ体操の、ラジオ体操なもう朝早くから何なんだよ俺やっと寝ついたかなと思ったら、ラジオ体操第一とか言ってさ寝ついたってお前俺んちだよあそっかいやもうよあのなガラスとかこう置いてね、そうそうそう、寝床の上がな、うん、寝床の上が、寝床の上っていうか横がさ、ベッドの脇が窓って言いなさいよ、そうそうそう、本当に日本語が不自由なんだから、うん、よく覚えてるよ、風呂入るとさ、そうそう、湯船の上がちょうど階段の斜めになってる、ね、上にね階段が走ってて、斜めにこう走ってるいつもこうやって首丸めて湯船に浸かすよ、こうやってうるさいよそうだよ、お前そんちの風呂入ってて文句言うんじゃないよ、懐かしかったですよあそこは、ね、本当皆さんのね憩いの場、そうみんなうち来てた ね確かに そんな時からですから ね、 そうですね、いやもうこんなようなのなんか立派なお部屋のマンションだったらね別ですけどね、本当だよこんなとこだったら完全に居ついちゃうのね居ついちゃいますよね、その後だよね、だから芝居そのあれしたりするようになって、あそうよ、だからそれからちょっとしてかな、あきらちゃんがお芝居、神谷明さんがね、なんか知り合いの神谷明という人が芝居やってっから赤坂でちょっと見に行こうぜって言われて、見に行こうぜじゃん、見に来てよって俺がやってたんだよ、あ出てたのあれあれ出てたのバカかお前は本当に、明ちゃんとさ、神谷明さんと、俺は明ちゃんとは半稽古と、そうそうそう、半稽古で俺はあの浅上陽子ってやつ、
あーそうなんだ。俺2本立てでやってたんだよ。そっち今日全然覚えてない。あ、浅上陽子とやってたんだ。そうだよ。あ、そうなの、ね、それでその赤坂の小さなとこだったんだけども、うん、それもうその当時のそうなんか工事中のなんかね、そうビルのね、ビルのね、もうこの後壊すから覚えてる覚えてる。でもちゃんとしたちゃんと一応ね小屋だったんだけど、そうだよね、それそこに壁が崩れてたよもう。なんかすごいとこだなと思いながら。あ、そう出てた。おばうるさん本当に。そうだ。おかしいな、俺の記憶の中には萩谷さんと覚えてないでしょ。それでお客さんがいっぱいだもんだから、うん、なおなんかえその当時はねお芝居のチケットって売れなかった、ね、売れなかった。あれが嫌だよ俺、芝居って嫌なんで。もう今でも嫌だな。何が芝居出るとチケット売らなきゃいけないみたいな。当たり前じゃんそれは。恐怖に陥るんだよ。昔はだってそれがだってノルマみたいなもんだったから、それがあんまりにもこういっぱい入ってるもんだから、なんでこんなにチケット売れるのっていう話になって、うん、そうよ、でそういうことがあったから、じゃあ一緒にやろうよってなったんだけど、ね、いやでも凄まじい、あのなんていうか力出しだね。すごかったですよね。ねえ、だってその当時の明ちゃんのあれって、まあその前の、まあ、もちろん声優ブームっていうのはもちろんあって、うんうん、それはもちろんあと、その後の何代目になるかあれですけどね、うん、そのあきらちゃんの時の声優部分というのはすごかったですね。すごいよ、日劇だって3日間ワンマンショー、すごい1日ソールドアウトだよ。俺はこの人話しちゃダメだなと思ったのよ。怒られるよ。いやね、本当でもね、あきらちゃん真面目だったからね、芝居が好きで、でもじゃあ一緒にやろうよって言って、それで芝居ね、うん、いやみんなね当時ね、あの曽我部さんとかね、うん、そうそう、我部さんもね、だよくね、会うとこう飲んだりするとね、やっぱみんな芝居の話になってたな。本当そうだよね、芝居の話するの好きだったね、うん、俺はあんまり興味なかったけど。本当にみんな好きだったよ。本当にそうだったね、うん、君はね本当に不真面目だったね。何なんだろうねあれ。でもね、大体ね見てて分かった、本番は好きなんだけどね、稽古は嫌いなんだ。今でも今でも、もう今でも嫌いわ。ね、それがみんな面白かったんだよね。だって大体もう初見が効かないからね、君の場合ね、うん。初見ってだって必要ないと思ってるから。当時の僕の職種というか、そう、君の職種はそうだった。そう。だってだから稽古、まあ、稽古してこう出すもんであってって、うん、あんまり知らないけどさ、うんうん、でもほら初見なんていうのは声の方の仕事はその場でもらって その場でやんなきゃいけないんだ。だから今はね、うん、もう今はもうバリバリでしょ。嘘つき。そういやだから私はその内田直哉が声の仕事をやる、何あいつは向かない。ああそうそういうことありましたよ。だからそう、ね、僕40いくつ42ぐらいかな、1、うん、相談したのはね多分ね41ぐらいだったと思うよ。いやなんでこんな断るんだろうな。断るんじゃなくて断るじゃ反対するんだろうなと思ってさ。いや 今でもそう思ってるけど、うん、俺もそう、あきらちゃんもそうだし、その好きだったんだよ、なおのその初見の読めなさと。それからそれ好きって言うの言うよ。だからオールナイトの時やったじゃない、覚えてる。やったみんな台本を前渡ししないで、その場で台本をみんな配ってじゃんけんで役を決めて生で読む、せーのバッて読む。意地悪だよね、あれのね。あれはでも最高だったよね。最高じゃないよ、俺なんかちょっとあの時の。だ普通はさ、否定かかってるぐらいさ、その分かんない分かんない流れで分かるだろ。今でも俺分かんない時あるわ。もうなんかお前そんなことを言っていられるの、ページめくってかとかさ。よくね、よくゲームなんか多いな、それな。あ、そう、うん、あ、すいません、なおさん、今んとこクエスチョンでお願いします。あれ、これ納得じゃないの、肯定じゃないのとか言いながら
流れで分かるだろうと思って。もう分かんないよ。もうあの生放送、でもいい時代だったね。そうだね。そんなことをあの公共の放送で載せてみんなで遊んでたんだからね。オールナイトニッポンよ。第2部にしてはね。でそれこそあれだよね。まあちょうど10時ぐらいにほら長尺が終わって、長尺ってまあそういうのが終わって、みんなその頃だからほら飲むじゃないですか。で12時回るとね、みんなそろそろ帰ろうかじゃなくて、12時過ぎるとよしじゃあ俺なんて行こうか、うん、本当だよな。そのまんまね、3時からのやつだったからね。第2部の方のやつに酒飲んだまんま行ってたりしてたもんね。すごい。大体ね、あのオールナイトニッポンのオープニングでね、いびきから始まったっていうのは我々しかいないんじゃないの。しかも内田直哉のいびきからオープニングトークでチャンチャラチャンって入る前にさ、じゃあいびきから入るんだぜ。そうそう、いびきから入ってチャンチャラチャって、なんやこれみたいな。いや、すごい自由度っていうか、あれは最高だったよ ね。あんなことやってる番組ないと思うよ。もうね、今だから言えるけど ね。本当だよね。もう始末書文かもしれない。本当だよ、まあ、こんなの撮られてたんだと。本当にね、まあ、あのなおの良さはそういうのだと思っていたから俺のかいそうなんだよ。だから声の方には来ないでくれ、あなおちゃんは、まあね、そういうことじゃない。なおは内田直哉の良さっていうのはやっぱその伝わらんと。そうなのか、ね、そう思ったからみんなで反対してる。いやー、もうだいぶもう伝わったんですよそれ伝っていただきましてね、もう本当に立派に立派に。でも今よくやってるね、なお。あ、配信者のね、ネットフリックスはさ、ネットフリックスね、聞くとあれこれもな、プレミアもいろんな、今あのいろんなあるから ね、うん、すごいね。いやー、もうおかげさまでいろいろやらせてもらって、内田さんすごいなと思って。いやいや、なんとないですよちゃんと改めて、もうこれで終わりじゃないんですから、まだまだ継続ですからやらせてもらわないでもなんだかあの私らとしては昔を知ってる直ちゃんとしては、ああこんなもんじゃないんだけどな。いや、現場ではちゃんとやってますから直さんちゃんとやってくださいとか本当ごめんごめん、やるやるとか、そうやって言われるのはあれだよ、堀内健雄と内田直哉ぐらいだよ。いやー、そうなんですかね。そりゃそうだよ、健雄なんかだってネット散った時の言い訳有名じゃない。いやいや、私たちも、あ、すいません黙読してましたって、もう大笑いでみんなめちゃくちゃですよ。あの人は遅刻したってすいません、クモの巣に引っかかっちゃってそれもおばあさんがクモの巣に引っかかってて、それを助けようと思ったら自分もクモの巣に引っかかってアホかお前、うん、ほんでね、十何年通ったスタジオを、遅刻してね、でマネージャーに言ったら、あ、すいません、なんか本人が迷子になっちゃって、15年も通ってるスタジオ迷子になるかよって大丈夫だろこんなこと、こんな2人の会話で。そうだよね、そういうことを言ってまあ大丈夫でしょ、そうだよ、夢だから。そうね、でもあれから随分使わせてもらいましたよ、その子が何そっち行った時にはそうね、すいません黙読してましたそういったその時からディレクターがはい本番行きますが皆さん音読でお願いしますもうあれは伝わったなとか。いや、それはねあんまりね変わらないですよ。変わらない、うん、あの継承してますよずっと今でもね。なるほど、いやでもね、奈緒ちゃんのかっこよさっていうのはね、やっぱあの舞台じゃなきゃ舞台でのあのかっこよさはやっぱり。いやでもね、あ、そうなのよ、だから舞台、あの、そうなのよ、話をねもうちょっとこう遡ってね、あの当時ほら、そう神明さんと会ってさ、うん、ね出てたらしいけどそれからさ、なんかやろうよという、うん、ね、そういうことぜひこの人がいてくれるとお芝居もできるわといろんな意味でさ、安易な考えなんだ。そう、安易な考え方でやらせてもらってさ、もうどんだけこう楽しい気持ちいい思いをさせてもらったかね。楽しかったよ ね、本当に。だって1日公演4ステージだよありえない、ありえないよ。その前にゲネプロ、あ、ゲネプロも公開したのか。そうだから4ステージ。そうだ、そんななんか芝居打ってちゃんと大阪の三越劇場だよ、やったよ1日公演で9時からの公開ゲネ12時3時6時そうだよ、すごいよいやー、いろんなことやらせてもらったな。楽しかったですよ。あれは僕らっていうのは何作品ぐらいやったの、あの 4-in-1 っていう。だ最初はだからバスでの前が 4-in-1 ってタイトルだった。 4-in-1、 あ、麻雀のやつ、麻雀の芝居で、その後に
青井裕二ちゃんなんかが来てくれて、こんなのをやりたいって言って書いてもらったのが4in1 っていう芝居、あ4人だけの、ああ それがあジャンタク囲んでやるやつ、あ 4in1 ね、でその後にまた話して、あのバースデーゲームっていう、バースデーゲームね、うん、それが4人、やっぱり4人で、それジャンジャンでやったやつ、違うじゃん、それはハッピーライド、あれはハッピーライドか、だから、4in1、新宿のあれだ、バースデーゲームは新宿の前に伊勢丹モーツァルトサロンだ、そうそう、よく覚えてる、ああ覚えてる、そうそうそう、そこでやったのが2回目だけど、それを2回目か、2回目だったんだけど、それをあの、もう今もなくなっちゃったけど、もう池袋のルピリエっていう劇場ができる時に、地下にね、地下でそこでこけら落としの一環としてやってくださいっていう話があって、うん、1週間ぐらいやったの、1週間、おすごい、ちゃんとお金もらってできるよ、いくらもらうなんて世界だよね、それこそ、でそれを1週間やって、今度そこに大阪の三越劇場の支配人が見に来て、大阪でやりませんか、あそれでよ、それで大阪に行った、大阪の三越みたいなことだ、それ全部三越劇場だよ、手打ちだよ、ねどこもあれしてないんだもんね、すごいよ、そうすごかったんですよ、まあそんなのもあって、うん、内田さんは舞台の方に